海上自衛隊の潜水艦として、最新鋭艦の大芸型2番艦、ワクゲイが、2023年3月に、ついに就役しました。今回は、ワクゲイ、潜水艦について、詳しく見ていきますね。リチウムイオンバッテリーを今回も搭載しています。次世代バッテリー開発技術は、世界でも屈指。2023年3月20日、海上自衛隊において、大芸型潜水艦の2番艦である、ワクゲイが、建造元である川崎重工業者の神戸工場からの引き渡しを無事に終えて就役、日本の海を守る新戦力として、戦列に加わった。この、ワクゲイは、川崎重工業者が、建造を行った海上自衛隊の潜水艦の中で、同社の累計で30隻という節目の数を達成した艦艇でもあり、今後も三菱重工業者と交互に毎年1隻ずつのペースでの建造が予定されている。何かと安定的な受注や生産が計算しにくく、建造に関わる技術やノウハウが維持しづらいと形容されることの多い日本の防衛産業にとって、この通常動力型潜水艦という分野に限っては、比較的恵まれた状況にあるとも言えるだろう。現在の毎年一隻の新造の潜水艦を就役させるというサイクルは、かつての中期防衛力整備計画において定義された潜水艦隊の整備を実現するために実施されているもので、今は22隻体制を敷くことが決められている。実は、海上自衛隊が実戦配備を行っている潜水艦は、昨年2022年3月に、大芸型のネームシップにして、1番艦の大芸が就役を迎えたことで、22隻体制は確立されており、今回のワクゲイを加えれば超過する形になる。そのため、今回のワクゲイの就役を受けて、実は1番艦である大芸の専任の試験潜水艦に、配置替えが予定されており、その空いた一隻分の枠に、ワクゲイが収まり、結果として、22隻体制を堅持するものとめされている。海上自衛隊における、試験潜水艦とは、潜水艦に搭載する、様々な新装備の実用化に向けた取り組みを試験的に行う艦艇であり、近年は、そうした役割の専用艦は置かず、複数の現役艦が、必要に応じて対処していたものだ。今回のワクゲイの就役を機に、この試験潜水艦に専任の艦艇として大芸を置くことで、他の実戦配備中の艦は本来の任務に特化することが可能となると予想され、運用効率の向上も見込まれている。今後そうした試験潜水艦となる大芸には、さらに探知性能を向上させたソーナーシステムや、潜水艦としての静粛性を向上させる魚雷発射管等の装備のテスト等が想定されており、次世代潜水艦への反映が期待される。大芸型は、今の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦であるため、使用上の数値に関しても、公には明かされておらず伏せられている部分も多いが、無論、太平洋戦争後の日本の潜水艦としては、最大の規模を誇ることは間違いない。推定での根も含め大芸型は、基準排水量が3000トン、水中排水量が4300トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルと目されており、全長、全幅は、前級の双流型と変わらない。大芸型では、そう、流型の最終2隻の11番艦、王流と、12番艦、東流に比して、基準排水量で50トン、水中排水量で100トン、深さが 0.1 メートル、ほど増加しているのではないかと考えられている。この艦隊に、大芸型は、そう、流型の最終2隻と同様に、ディーゼル機関、
リチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせたディーゼルエレクトリック方式の機関部を搭載。通常動力型潜水艦としては世界まとも最大規模クラスである。そう、流型の最終2隻では最大出力5600馬力、最大水中速度18ノットとされていたスペックは、大ゲイ型では400馬力ほど向上して、同6000馬力ほどと推定されているが、最大水中速度は、同程度と見積もられている。ただし、こうした機関部の最大出力や、水中の速度は、カタログスペック上では、そう、流型の10番艦までが、同8000馬力で20ノット。現在、最古参の親潮型が、同7200馬力で、同20ノットとされていることよりは低下している。そう、流型の10番艦までは、ディーゼル機関、鉛製バッテリーと発電機、スターリング機関を組み合わせた複雑な機関構成を搭載。親潮型は、ディーゼル機関、鉛製バッテリーと発電機という形式をとっている。それらに比して、カタログスペック上の一部の数値は低下しているものの、そう、流型の最終の2隻や大ゲイ型では、リチウムイオンバッテリーを搭載することによる運用上の効率の向上を期としていることが伺える。物理的な比較によれば、鉛製バッテリーとリチウムイオンバッテリーとでは、体積あたりのエネルギーの密度は、実に4倍にもなり、実際に潜水艦に使用する場合には、若干の低下は予期されるが、それでも、大幅な向上が期待される。水中では、鉛製バッテリーのみでの推進を行う親潮型と比して、これに、スターリング機関まで加えた、総流型の10番艦まででも、連続の潜航時間や距離は倍増したと召され、この時点でも、作戦行動半径の自由度は、格段に増していたと思われる。さらに、この、総、流型の10番艦に比べて、以後のリチウムイオンバッテリー搭載となった11番艦以後は、その根からの倍増している可能性が高く、それを若干スケールアップさせたのが、大ゲイ型と召されている。2023年現在、日本の防衛の中で焦点となっている南西諸島、その沖縄の周辺海域から、中国海軍が拠点としようとしている南シナ海までは、およそ1800キロほどの距離があるが、そう、流型最終2隻からは、そこまでの航行も可能になったとの見方が多い。ただし、日本の海上自衛隊の潜水艦は、あくまでも通常動力型であるため、連続航行距離を確保するためには、かなり遅い速度での移動となり、水中の最大速力が30ノット以上で、燃料補給や充電が、全く必要のない原子力潜水艦とは、大きな隔たりは残る。それでも、チウムイオンバッテリーは、鉛製バッテリーに比して、充電を行う時間も、飛躍的に短くすることが可能であるため、通常動力型潜水艦の運用上の泣きどころである、充電のための浮上航行も、必然的に短縮することが可能となっている。大ゲイ型においては、今回収益を果たした枠ゲイに続き、3番艦のジンゲイも来年2024年の3月には収益予定となっているが、さらに次の4番艦からは新型のシュノーケルによる発電システムが採用される見込みである。大ゲイ型の主兵装は従来までと同様に 533mm 魚雷発射管6門という形であり、その仕様に変更はないが、ここからは新型の18式超魚雷や追艦巡航ミサイルのハープーンブロックに UGM-84L を運用することが可能となっている。このハープーンブロックに UGM-84L は最大射程距離が 250km 弱の対艦巡航ミサイルではあるが、
対地攻撃用にも使用することが可能であるため、限定された海域における対地攻撃能力も備えていることになる。タイゲイ型は、これら18式超魚雷やハープーンブロックに UGM-84 リッターなどの兵装を最大でおよそ30発程度搭載することができると召されており、高い静粛性と相まって、現在の待ち伏せ戦術では、高い能力を発揮するだろう。この2023年3月には、オーストラリアが、まず、アメリカ・イギリス領海軍の攻撃型原子力潜水艦の定期的な寄港を行い、次に、アメリカから、最大で、5隻のバージニア級の調達、最終的には、イギリスと共同で、エアカス級と名付けた、攻撃型原子力潜水艦の建造を表明した。そうした世界的な情勢を受けて、日本でも、同様に、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきとの意見も出されてはいるが、少なくとも、10年単位で、計画を進める必要がある上、建造や運用の、技術やノウハウも日本にはない。費用対効果を考慮した場合、日本が本当に攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきか否かは、現時点においては、個人的にはかなり見合わないのではないかと感じており、議論は必要だが、拙速な結論は控えるべきだと思えてならない。